はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の絶対値2点間の距離丸2をお送りします。で、今回は問題演習2問です。なので1回ね、ここで動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらった後にちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1番の問題の特徴はここです。 A、B、まあ、原点を3点ね、この3点が一直線上にあるとき、まあ、こうやって、まあ、X が入っているので複素数がね、それの X を求めなさいという問題です。まあ、この3点が一直線上ね、つまり、まあ、ポンポンポンってあって一直線上に3点が乗ってると。で、この時のやり方なんですが、これはですね、これを使います。ベータイコール kα と置くと、これは α イコール kβ でも構いません、どっちでもいいんですけど、こうやって置いてこれで解いていきます。まあ、これが α が OA で、まあ、ベータが OB なんですけど、つまり、まあ、ざっくり、まあ、どこにあるか分かんないけどね、ちゃんとやったら、一直線上に O があって、まあ、B と、こう A があるでしょ。OB、まあ、ベータっていうのは OB を表しているので、OB はこの OA の K 倍、まあ、何倍か分かんないよ。2倍なのか2分の3倍なのか分かんないですけど、何倍かで置くことができる。それが一直線上にあるよっていうことを表すので、こうやってやります。で、これは複素数平面だけじゃなくて、違う単元でもね、よく使います。3点がね、一直線上にあるときってときはね。まあ、K じゃなくてもいいんですけど、よく K 使うんでね。で、これを当てはめます。このまんま。まず、ベータはね、そのまんまなので、X プラス2マイナス I イコール、KY なんで、まあ、こことここに K をかけます。つまり、3K プラス、2X マイナス 1KI と。これ、K 配っただけね、両方にね。で、こっからどうするかっていうと、今、その左辺も右辺もね、まあ、複素数になってるので、実部と虚部が一致するよってところに持っていきます。で、実部、I がくっついてないのは、今こっちはここね。で、こっちはここです。これが同じになんなきゃいけない。だから、X プラス2イコール 3K。で、虚部の部分、まあ、I にくっついてるやつね。ここマイナス1です。で、こっちは、この部分。これも同じになんなきゃいけないので、マイナス1イコール、カッコ 2X マイナス 1K と。あとは、この連立方程式から K を消しに行きます。いいね。K を消すと。だから、まあ、第二法を使っていくんですけど、基本的には上、この場合はね、上の式を、こっちを K イコールに直します。で、直すためには、まあ、3が邪魔なので、まずこう、3K と X プラス2こう入れ替えてね。つまり、3K イコール X プラス2にしてもらって、3で割るから、だから割るんで、下にも3つけると。3分の X プラス2とこうします。で、なんで上の式を変形するかっていうと、こっち、K にくっついてるやつに X が入っちゃってるんで、ちゃんとやるとすると、X が2分の1、まあ、この部分がね、0の時と0じゃない時って倍分けが必要になってしまうのでめんどくさいんですよ。もし徒長式書かされる場合は。だからそれが全然ね、やんなくていい、こっちを改造して、で、ここの K に代入します。で、下もう一行いけるかな。つまりここの K にこれを代入するので、マイナス1イコール 2X マイナス1かける3分の X プラス2と。ほい、ちょっとギリかな、ここからは。じゃあ、ここ、行きましょう。で、これまず両辺3かけます。ちょ、これ書いちゃっていい？これ3かけて、ここがマイナス3に変わる。で、今、分数から降りてくると、カッコがつくんで、まあ、こういうカッコカッコになります。で、一回整理する必要があるので、ここ展開しましょう。ここ。で、これは、ま、全部かけていいかな。2x とまず x かけて、2x2 乗。2x とプラス2で、プラス4。x、マイナス1と x で、マイナス x の、ここと後ろで、マイナス2と。で、イコール、マイナス3。今、右辺と左辺、丸々入れ替えて書いてるからね。丸々入れ替えるとき、符号変えなくていいからさ。いで、
で、マイナス3こっちに持ってきちゃいましょう。プラス3にしてくっつければ、プラス1。で、忘れずにイコール0も書いておく。で、もう一回ちょっと整理すると、プラス 3x プラス1イコール0となります。で、こっから因数分解。これはたすきかけ使ってください。一応やろうか。幅あるしね。こことここ使って、まず2が2と1で分けますよね。で、1は1と1、まあ、マイナス1とマイナス1もいけますけど、こう分けると、かけて1、かけて2、足して3で、この数字になったので、たすきかけ完了だと。だから、ここと、ここの組み合わせを使って、x つけてね、こうやって。カッコ 2x プラス1、上ね。カッコ下が x プラス1イコール0と。まあ、たすきかけ不安な方はね、他のところの動画で撮ってますので、そっち見てみてください。で、あとこれ解くと、カッコの中身、ここがイコール0。あとは、ここがイコール0を解けばいいので、2x プラス1イコール0を解くと、x イコールマイナス2分の1。x プラス1イコール0を解くと、x イコールマイナス1。両方とも、ちゃんと実数になってるので、答えはこの2つで OK だよと。こういう感じでやってください。このね、3点が一直線上は本当にこれを使うと解けますので、こんな感じでやってみましょう。で、2番、証明ですね。Z を複素数とするときに、これ、Z の絶対値と、Z バーの絶対値と、マイナス Z の、絶対値。これが同じことを証明すると。で、まずこれに関してなんですけど、絶対値って原点からの距離って話をしましたよね。で、こうあるときに、まあ、Z ありますよね。だから、ひどい。Z がそこだったら、ごめん。Z の絶対値っていうのはここの距離です、ここ。これが Z の絶対値。で、Z バーって一番最初の時の動画にやりましたけど、これの実軸の対象だからここね。ちょうどここの対象がここに来ます。だから、当然ここの長さも同じですよね、ここは。同じになる。これ Z バーね。で、マイナス Z っていうのはこれの原点対象なんで、まあ、この辺かな。ここに来るんだ。ここに来るんですけど、もちろん長さは同じになると。だからこれに関しては、同じになるよねって図を書けば、だいたいピンとくるんですが、まあ、証明となると、ちょっとね、やり方を覚えておかないと、テストの時とかきつくなる。ただね、やることめっちゃ簡単なんですよ。書くのもね。で、使うのは、ある一つの公式というか、それだけです。で、それが何かっていうと、これ覚えてください。絶対値 Z の2乗っていうのは、Z かける Z バーと表すことができます。これ覚えちゃいましょう。絶対値 Z の2乗は Z かける Z バーです。だからこれを使います。今回。で、どう使うかっていうと、これ成り立ってるので、Z、今3箇所ありますよね。Z の場所を全部 Z バーに変えてももちろん成り立ちます。これは。だから、この3箇所の Z を全部 Z バーに変えます。そうすると、ここ、最初はね、Z バーの2乗ですよね。変えただけです。で、次に、ここを Z バーに変えたら、そのまま変えます。で、次が、カッコつけようか。Z バーのバーになるよね。この部分、Z を Z バーに変えてるから、Z バーのバーになる。で、前やったように、Z バーのバー、ダブルバーになった時は、Z に戻るので、これつまり Z×Z バー。まあ右と左入れ替えましたけど。ってなる。では Z×Z バーになってるから、これ結局、絶対値 Z の2乗。これとこれ同じだからさ。つまりこれ同じでしょ?っていう風になることができます。だから、両方の2乗を外してしまって、よって、Z の絶対値と、これね、絶対値と、Z バーの絶対値は同じになるよっていうことができる。いい?で、もう一回同じのを使います。またね。また、さっきこの Z のところ、3箇所を Z バーに変えました。今度は、Z の3箇所を全部マイナス Z に変えます。いい?ここで証明したいからね。だから、マイナス Z に変えて、まあ2乗ですわ。ここに入れただけね。で、ここに入れると、最初はマイナス Z。で、ここに入れると、
マイナス Z のまあバーになります。でもマイナス Z のバー、つまりこれマイナス Z バーと同じです。で、マイナスかけるマイナスっていうのは当然プラスに戻るので、これ Z かける Z バーなんですよ。だから同じじゃんっていう、つまりさっきと同じでとしたいよね。これも Z の絶対値の2乗、さっきと同じ結末ね。こう来たからこう、こう来たからこうっていうってなったので、2乗外せばよって Z の絶対値とマイナス Z の絶対値は同じになりますって。で、ここが同じ、ここが同じで、ここが共通してるから、つまり全部同じでしょ。なので、まとめると、はい、漢字のスタートを間違ったおい、大丈夫か、ごめん以上って書きたいのに、上が先に来る。以上より、入るような人、大丈夫、あ、オッケーオッケー。以上より、あと結論ね、これ言いたいんで、 Z の絶対値と Z バーの絶対値とマイナス Z の絶対値は同じになりますよって、これで終了となります。なので今回1番でやったのは、まず3点が一直線上はこれ使ってください。で、2番のこの証明が来た時、もちろんこれだけじゃないんですけど、これも覚えちゃってください。これ自体 Z の絶対値と Z バーの絶対値とマイナス Z の絶対値、もちろんマイナス Z バーの絶対値も同じですよ、距離はね。で、あとはこれです。これは絶対覚えます。いいかな、ここをポイントとしてぜひね覚えてください。では今回は高校数学の数3、複素数の絶対値、2点間の距離丸2をお送りしました。今回もね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回またね続きやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。